あいつの丸々に耐えれなかった。お笑いコンビトンネルズの石橋貴明さんと女優の鈴木保奈美さん、電撃結婚にはびっくりしましたが、長年夫婦生活を続けていました。しかし2人は離婚されてしまったんですよね。今回はそんな石橋貴明さんと鈴木保奈美さんの馴れ初めや交際、結婚期間、そしてどうして離婚したのかを詳しくご紹介しましょう。石橋貴明と鈴木保奈美の馴れ初めは、石橋貴明さんと鈴木保奈美さんの馴れ初めですが、2人とも再婚ということになりますね。石橋貴明さんは1988年に元モデルの岩田雅代さんと結婚し、1989年に石橋穂香さんが誕生していますね。しかし1998年10月に離婚をしています。一方の鈴木保奈美さんは1994年に F1 解説者の河合和人さんと結婚しますが、1997年11月に離婚されています。3年目の離婚ということで結構早いですよね。そんなバツイチ同士の2人ですが、馴れ初めは1997年の新食わず嫌い王決定戦で出会った後、翌年偶然でレストランで再会し、そこから交際に発展したということです。1997年の時点ではまだお二人とも既婚者ですが、その後離婚し交際に発展ということです。しかしこちらに関しては略奪婚という噂もあり、真相は分かりません。でもとても怪しい二人なんですよね。その辺は次で紹介しましょう。石橋貴明と鈴木保奈美の交際、結婚期間は1997年、番組で共演し出会い、翌年交際に発展ということで、交際開始は1998年になると思います。そして1998年11月に結婚しているんですよね。つまり交際期間としては数ヶ月ということになりますが、これが怪しいと言われています。二人ともまだ結婚している時に不倫していたのではないかという疑惑ですね。それこそ新食わず嫌い王決定戦で出会ってすぐに交際していたという可能性が高いということです。そう考えるとダブル不倫ということになりますけどね。1998年11月の結婚会見では、鈴木保奈美さんは妊娠3ヶ月ということを考えると既婚中にお付き合いしていたと考えた方が納得できます。そんな2人の再婚は世間のバッシングもありましたが、それでも2人は順調に結婚生活を送っていて、3人の娘も誕生しています。1999年5月2日誕生、長女シオンさん、2000年12月29日誕生、次女カオンさん、2002年8月10日誕生、三女モモネさん。鈴木保奈美さんは専業主婦として家庭を守っていましたよね。2011年頃から女優復帰し、ドラマなどに出演していましたが、美しさは昔と変わっていなかったですね。石橋貴明さんも変わらず活躍していましたが、最近は人気も落ちたかなっていう感じです。ということで仲がいいと思われていた2人ですが、2021年7月16日に離婚を発表されました。結婚生活は23年という長きにわたっていましたが、どうして離婚したのかは次で紹介しましょう。石橋貴明と鈴木保奈美の離婚理由は、石橋貴明さんと鈴木保奈美さんは23年という結婚生活にピリオドを打ち、2021年7月に離婚されました。熟年離婚と言ってもいいのかと思いますが、どうして離婚したのでしょうか。離婚理由について考察しました。石橋貴明と鈴木保奈美の離婚理由1、子育てが終わったことによる卒婚。石橋貴明さんと鈴木保奈美さんの間には3人の娘がいますが、その娘たちの子育てが終わったから離婚したという理由ですね。鈴木保奈美さんは結婚してから専業主婦として子育てに専念していました。母親として家庭を大事にしていたということですが、子育てが一段落して役目を果たしたという気持ちもあったのだろうと思います。まだまだ美人ですし、女優としても順調にキャリアを積んでいますからね。ドラマなどにもオファーがありますし、まだまだ第一線で活躍できるだけの実力があるので、今後は仕事を中心にしたいということで離婚したということです。また離婚した後も石橋貴明さんが社長で、鈴木保奈美さんはその所属俳優ということで、事務所も同じという円満離婚だと思われます。本当に嫌いになったのなら事務所も辞めるでしょうからね。泥沼離婚じゃなくてよかったと思います。石橋貴明と鈴木保奈美の離婚理由に、
石橋貴明の鈴木保奈美への束縛が原因。結婚して女優業を休止し、専業主婦として頑張っていた鈴木保奈美さん。この理由も石橋貴明さんの言いつけを守ったからと言われています。石橋貴明さんは鈴木保奈美さんを束縛していたと言われており、あまり表に出したくなかったということ。美人ですし、不倫されるのが嫌だったと言えるかもしれません。2011年に女優業を再開されましたが、その時も石橋さんはあまりいい顔をしていなかったということ。結構石橋さんは鈴木保奈美さんにモラハラをしていて、スケジュールの把握もしていたということですよ。例えば以下のような束縛があったということ。共演者と必要以上に仲良くしない、必ず夕方に連絡すること、撮影が終わったらすぐに帰宅する、以上のようなことを強要していたようで、鈴木保奈美さんとしてはかなり息苦しい生活を送っていたのではないのでしょうか。それだけ石橋貴明さんは昔の古き良き日本の親父って感じの亭主関白だったと言えますね。それを20年以上も我慢して子育てしていた鈴木保奈美さんは偉いと思います。鈴木保奈美さんとしては石橋貴明さんの束縛から逃れたかったので離婚したという理由もありそうです。石橋貴明と鈴木保奈美の離婚理由3。石橋貴明の仕事減少が原因。石橋貴明さんと鈴木保奈美さんの離婚理由として、石橋貴明さんの仕事が減少したことも理由にありそうです。結婚してからはパワーバランスとして石橋貴明さんの方が上だったということですが、結婚当時はとんねるずも仕事が順調で人気もありましたからね。しかしその後レギュラー番組が続々と終了し、人気は低迷、テレビ出演もほぼなくなりました。一方の鈴木保奈美さんは女優業を復帰してからは人気も実力もあるということでオファーが絶えない状況です。つまり離婚する頃には鈴木保奈美さんの方がパワーバランスで上になったということですね。そうなると夫婦関係はギクシャクしますよね。それまでは収入もある人気もある石橋貴明さんの言うことを聞いていたかもしれませんが、仕事がなくなった旦那には愛想が尽きたということかもしれません。石橋貴明と鈴木保奈美の離婚理由4。お互いに好きな人ができたから、子育てが終わったからといっても離婚をする必要はありませんよね。子育てが終わり、その後は2人で仲良く過ごす夫婦もたくさんいます。しかし石橋さんと鈴木保奈美さんは離婚という道を選んだわけです。つまり子供がいないのに2人でいる必要がないと思ったということでしょう。ということはつまりお互い誰か違う好きな相手がいて、その人と一緒にいたいという気持ちがあったという可能性はあるでしょう。二人とも見た目は若いですし、違う異性と新たに生活したいと思っても不思議ではありません。お互い自立している芸能人だからこそできることですけどね。まとめ、石橋貴明さんと鈴木保奈美さんの馴れ初めから交際、結婚期間、そして離婚理由についてご紹介しました。ダブル不倫からの再婚同士の二人と言われていましたが、結婚生活は約23年と長く3人の娘にも恵まれました。しかし2021年に離婚されています。離婚理由は子育てが終わり、別の人生を進みたいということのようですね。他にもいろいろな離婚理由はあるのでしょうが、第二の人生を歩めるのならそれはそれでいい選択だと思います。まだ事務所は一緒ということですし、円満離婚のようなので問題はないのでしょう。大人の関係ってことで、いいんじゃないでしょうか。今後も芸能活動頑張ってほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。